にね。はい。はい、冷蔵庫しまわないでこうラップして蒸留してた方が長持ちですね。お湯洗うとシャキッてなるって、そういう昔の流行ったやつですね。リニューアルしてね、このサラダをやるようになってから結構お客さんが来てくれるようだから、オムレツになる前の状態のやつを出す。こっからこうやればオムレツになる。オムレツサラダってオムレツこれは美味しいですね。になってないサラダ。はい、これね。はい、どうも。どうぞ。はい。あ、こんにちは。ありがとうございます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 。これ大きいね。大きくなっちゃって見えないよね。Thank you.
生ハム。あ、冷製にする？冷製。はい、生ハムね。
手は踏んでるのは。どうもおはようございます。あ、これは見て、あ、よかった、ごめんね、見せたこれ、これがほら冷静、まずやっぱ生放送しよう、生放送だ、これの方がお得感がある。お願いします。ありがとうございます。長野県産のね、この間も長野のやつですけど、今日あのお通しにしようと思って、後で砕いてから揚げる。ビーツのスープ。これ先持ってっちゃって。
で完成ですね。いいです。はい、お願いします。はい、これ。おやすみなさい。